こんばんは。ニュースウィンプラスの時間です。大変失礼いたしました。まず最初のニュースです。新潟県の小京都と呼ばれる加茂市の本町商店街にて恒例の街中月中ニコニコデーが開催されました。この催しは高齢者に優しい商店街を目指す本町商店街振興組合が開催しているもので、さまざまな催し物を通じて商店街を活性化していこうという取り組みです。当日はあいにくの天候にもかかわらず、たくさんの方が訪れ大変なにぎわいを見せていました。その日までに商店街を利用された方へのクリスマスプレゼントが用意され、さまざまな体験コーナー販売などが行われていました。県立加茂農林高校の生徒さんたちによる即売会や、また新潟経営大学の学生さんが取り組んでいるひまわりスプロジェクトの発表会も行われました。では関係者および参加者の声をお聞きください。本町商店街が元気になるように企画した街中月中ニコニコデーの今日は第5弾でございます。おかげさまで大勢の方に来ていただきましてありがとうございます。お年寄りに優しい商店街づくりを目指しております。残し屋の高橋と申します。どうも初めまして。私は写真屋なんですけれども、写真と映像、特に昔の写真と映像をですね、使って地域活性化をしたいなと思いまして、残し屋と名乗っております。今日はですね、加茂の少し前の映像をですね、皆さんに見てもらいたくて、今回このイベントに参加しております。壁面には写真が飾っておりまして、何か皆さんに撮っても共感していただける部分があるんじゃないかなと思っています。皆さん、ぜひ、昔の写真、また映像なんかありましたら、そういったものをぜひ残して、子どもたちに、また地域のためにつなげていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。自分の住んでいる地域の歴史を知る、とても素敵なことですね。そしてこの日は加茂市で活躍するハンドベルパフォーマンス、ドクダミジャパンの演奏や、現在県内を中心に音楽活動を展開されています笛人本宮ひろみさんのミニライブなどが行われ、素晴らしい演奏が披露されていました。本宮さんはこの12月に3枚目となるアルバムを出され、そのアルバムのリリースライブとして12月の22、23の両日、加茂市文化会館大ホールにてライブを開催いたします。それでは本宮さんの所属する音の箱株式会社、笠原さんのお話をお聞きください。今日はですね、最後の今年最後のイベントだったんですけれども、夏ぐらいから、音の箱としましては、もともとその、なんて言うんでしょう、地元発、全国世界へっていう、そういう、コンセプトがあったんですけども、ここは加茂市っていうところなんですけれども、で青海神社っていう、神社がありまして、そこの麓に、町ができてきたっていう歴史があるんですね。そこが、始まって、そこから町が栄えてったということ自体もですね、その麓に住んでいながら、スタジオアッシュはそこの麓にあるんですけども、なかなか知ってないっていうのがありましたので、そういうことをまず自分たちが、知って共有をして、自分たちの子どもたちが、孫たちが誇りを持ってですね、喋っていける、誰かにうちってこうなんだよっていう、うちこんないいとこがあるんだよっていう、でそういうことを一つずつこう掘り下げていって、かっこよく言うとカルチベートっていう言葉があると思うんですけども、そんなところに今大人箱としても絡んでいくというところ、今日は今年最後のイベントだったんですけども、こういう機会をいただいて本当に感謝をしております。また来年からもですね、地域それから全国世界に向けてということで活動していきますので、これからもどうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。この催し物は来年も開催されるということでございます。さあ続きまして、気になるお店の紹介です。今日はラーメン田中さんをご紹介します。仲の良いご夫婦が切り盛りするとても明るいラーメン屋。取材に伺ったこの日はアシスタントと2人、塩バターラーメンとチャーシュー麺にチャーシュートッピング、そして餃子をいただきました。味もさることながら、ご夫婦の人柄も最高のお店でした。皆さんもこの寒い季節、一杯の愛情のこもったラーメンで心から温まってみてはいかがでしょうか。それではまた。